こんにちは、助産院バブバブ助産師のひさこです。はい、ヤングケアラー聞いたことありますか？最近ニュースとかでもちょこちょこね、耳にする言葉なのかなとは思うんですけど、まだ知らない人もいるかもしれないヤングケアラー。はい、このヤングケアラーについて語りたいなと思うんですけど、きっかけはYouTube ライブをした時に、実は小学校6年生の子がコメントをしてきたのね。この子が自分で、私はヤングケアラーです、で久子さんに話を聞いてほしいっていうコメントをしてきたのね。ライブ中だったからね、その子とやり取りはできないから、詳しい話をお手紙書いて送ってきてっていうのを伝えたら、速攻で手紙が来ました。はい、ということでヤングケアラーについてお手紙紹介と説明で、どんな支援が大人はしてあげれるかっていう話もしたいと思いますので、これ社会問題だから、この動画最後まで全員にしっかり聞いてほしいなと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。ではいただいている手紙をね、まず読みます。ヤングケアラーってちょっと聞いたことあるけど、なんだろうって思ってる方もね、たくさんいらっしゃると思うのでね、まずお手紙から紹介しますね。はい、両親は私が3歳の時に離婚し、私はお母さんと暮らしていました。でも去年、母が病気で天国に行ってしまいました。私はお母さんが亡くなった悲しみを感じる暇もないまま、おじいちゃんの介護が始まりました。そこから私は朝、昼、夜、探り探りの介護が始まりました。そんな生活を始めて1年、私の心に限界が来てしまいました。限界を迎えた私は一度、ひさこさんの YouTube チャンネルにコメントを書きました。またヤングケアラー支援のサイトから電話もかけました。私は勇気を振り絞って、あんなことが嫌だった、こんなことがしんどいとか、心の内をすべて電話で打ち明けました。電話に出てくれた方の言葉を聞いた時、私は久子さんと話したくなりました。久子さんなら全部受け止めてくれるはず、そう思いました。先日のライブ配信で、担任の先生や保健室の先生に相談してみるのもいいかもしれへんよと言ってくださったのですが、実は今の状況を先生や友達に理解してもらえず、サボりだろうとか、そんなの関係ないから学校来いよなどと言われてしまい、そこも辛いです。またヘルパーさんや訪問看護さんにお願いしたいのですが、おじいちゃんはこだわりが強く、私がこんなサポートしてくれる方がいるんだけどどう？と言うと、嫌だ、俺にはそんなのいらないと言われてしまいます。私はヤングケアラーになってから誰かに頼ることができなくなりました。頼りになってもらえなくていい、でも誰かに認めてもらいたい、そんな思いです。今の自分の自由時間は月に一度の2時間、どうしたらいいのか正解が分かりません。今泣きながらこの手紙を書いているからか、少し気持ちが楽になった気がします。こんな手紙を送ってしまい申し訳ありません。はい、小学校6年生なので、まあ、年齢は11歳もしくは12歳の女の子だね、多分ね。すごいね、まずこの手紙の内容すごいな、この子めちゃくちゃ頭いいなって思いました。まず手紙くれたあなた、見てくれてたら嬉しいなと思うんやけど、手紙まずありがとうね、しかと受け止めましたよ。はい、でまずね、この動画見てくださってる視聴者さんに向けても、ヤングケアラーについてちょっと説明しておきたいなと思います。ちょこちょこね、聞く言葉になってきてるけど、18歳未満ぐらいのね、子供たち、まあ、30人のクラスであれば、クラスに1人から2人はヤングケアラーがいるっていう風な統計になっています。ヤングケアラーとは何か。はい、家族の介護とか、日常生活の中で家族のお世話をね、過度に行っている子供をヤングケアラーと言います。具体的に言うとね、
まあ、障害を抱えていらっしゃる家族とか、あと病気を抱えている家族の介護や看護、まあ、例えば食事の手助けだったり、あと買い物行って料理作ってとかっていうのを、本来親がするべきことを子供が全部担ってやっちゃう。あとは排泄の介助なんかもね、子供が家族の介護をやっている状態、あとは幼い兄弟妹や弟がいるパターンの時に、その世話を親張りにやっている、手伝うとかじゃなくて一日中その妹弟を任されて全部やらないといけない状況に陥っていたり、あとは家事全般ね、買い物、料理、洗濯、掃除、大人がすべきことっていうのを子供がやっちゃってる状態ね、これをヤングケアラーと言います。でもね、これ言うとね、うちの子結構手伝わしてるけど、これヤングケアラーさせちゃってるかなとかって不安になった方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、お家のいわゆるお手伝いって言われるものとヤングケアラーの違いっていうのは、お手伝いはあくまで家族の一員としてできる範囲で、例えば食器洗いであったり、食器運びやとか、自分の部屋は掃除しなさいよとか、そういう家族の一員としてできる範囲で家事をね手伝ったり、兄弟のお世話を手伝ったりっていうのがお手伝いで、これは自分の意思でやりたくなければやりたくないっていう拒否することができます。でそれに対して親もじゃあ分かった、じゃあここまでやったらどうやみたいな交渉ができたりとか、自分の意思でやったりやらなかったりっていうことができたり、あとは自主的にお手伝いをやるっていうのがお手伝いね。でヤングケアラーはそれに対して子供らしい日常生活に支障をきたしてる状態ね、お手伝いが行き過ぎた状態によって、例えば学校に行けなくなるとか、もう学校に行く時間がない、その暇があったら介護やれって言われるっていう状態やったり、あとは塾とか習い事とかもする時間がなくなってしまうような状況に陥ったり、あとは友達とも遊べない、だって介護があるから、家事をしないといけないからっていうね、子供らしい友達と遊ぶっていう時間が削られたり、あとは夜間の重労働だったり介護だったりで睡眠が削られてしまうっていう状態ね。そうするとどうなるかって言ったら、朝起きれないよね、夜遅くまで介護家族のことをやってたりするから、じゃあ学校行けなくなっちゃったりもするよね。で学習も遅れてくるよね。でそこに対して家庭の中でフォローをするっていうことがなく、子供を子供として見るっていうよりも一労働力として見なされるっていう、そこら辺がお手伝いをしてるっていうのとヤングケアラーの大きな違いなのかなと思いますね。ヤングケアラーはやってることに対してこれおかしいよねっていうことが、やっぱ子供自身がやっぱ子供だからね、気づけなかったりとか、それをするのは自分の義務であるっていうふうに考えてしまったり、自分の責任であるって思っちゃったりで、自分の意思がもうよくわからなくなってしまって、自分がそれをやらなかったら家族に迷惑がかかるとか、めっちゃ怒られるからやらなきゃみたいな、やらなければならないって思い込んでしまうっていうところ、そこがやっぱお手伝いと大きく違うんですよね。よくね、家族の介護だったり家事全般であったりを、子供が家族の誰かのケアをしていることが問題なのっていうことではなくて、ヤングケアラーの本質はね、そこじゃなくて、子供って本来お家の中で社会の中で大切にされるべき存在なんですよね。なのにその大切にされる、守られるべき子供が大切にされていないというところがヤングケアラーの一番の問題だっていうふうにまあ言われていますね。はい、まあ、これがヤングケアラーなんですけども、この6年生の女の子ね、お手紙紹介させてもらいましたけど、典型的なヤングケアラーだと思います。っていうかそうですよね。はい、でこの子の気持ちとして、辛さを分かってほしいという気持ちがめっちゃあると思います。書いてあったよね。だけどなかなか理解してもらえなくて、ヤングケアラーっていう名称自体もワードがね知られるようにはなってきてるけど、とはいえね、実は教員であってもヤングケアラーっていう名前は知ってるけど、そこに意識的にチェックしてそこに介入していこうとしてるかって、それはしてない。言葉は知ってるけどっていうところで止まっちゃってる学校の先生も結構いらっしゃるみたいです。積極的にそこを支援しよう、助けれることがあればって動いてくれてる先生たちもいるんだけどね、1割ぐらいはヤングケアラーの言葉自体もあんまりよく知らない
っていうような学校の先生もいらっしゃったりするみたいです。まだまだ社会的にはそのレベルだったりするので、海外なんかはもっと早くからね、ヤングケアラーの問題っていうのを社会全体が捉えて支援どんどんね進んでいってるんだけど、日本めっちゃ遅くて、本当に最近ですよね、この言葉を聞くようになったのもね。辛さを分かってほしいっていう子どもの気持ちだったり、あとは相談できる場所とか自由の時間が欲しいっていうのも子どもの気持ちやろうし、あとは手紙に書いてあった頑張ってることを褒めてほしいし認めてほしいっていう気持ち、この6年生の子はねすごいなと思ったのが、まだ11歳や12歳なんだけど、自分の置かれてる状況がヤングケアラーだっていうことを自分で認識できてること自体がまずあすごいなって思った。すごいわ。多くのヤングケアラーの子たちって自分の家庭が普通じゃないのか普通なのかを見極める力がないですよ、11歳や12歳って。当然そういうものだって、そこにんちょっと待っておかしくないこれっていう疑問に思うことなく当たり前のようにそれを続けてしまっているって、自分がヤングケアラーだっていうことに気づけてない子もいっぱいいるのね。大半そうなんですよ、小学生だと。でそれをこうやってちゃんと自分の置かれてる状況を認識できてて、ヤングケアラーのいろんな支援団体に電話したのかな、でちゃんと話聞いてもらったりとかで自分で自ら動いてる11歳12歳が、その時点で本当に拍手すごいなと思うよね。で学校の先生とかもね、私はライブの時に話してみたらどうっていうのを言ったんやけど、昼間の YouTube ライブにこうやってコメントしてくれた時点で、あ学校行けてないんやなっていうのも思ったし、学校の先生にも話してみたところで、もうそんなんはいいから学校に来なさいっていう杓子定規なねことを言われたり、友達たちにはサボりだろって言われたりで理解されてないっていうところ、うん、すごい難しい。で言葉でこの11歳や12歳にね、その自分が置かれて何が辛いかとか、どんなことがしんどくてどんな風にしたいかっていうようなことを、この子は支援団体に電話して一生懸命勇気を振り絞って伝えたって書いてありました。すごいな。普通やっぱ子供でね、自分のどうしてほしいとかどんなことが辛いかっていうことを言葉でうまく相手に伝わるようにそれを表出すること自体がめっちゃハードル高いんじゃないかと思います。言葉で伝えることができなかったりする。あとはね、ご家庭によるけど、親が外部の接触を拒否してしまって、あとはよそで喋ったらどうなるか分かってるなみたいな罰則だったり制約みたいなのを子供に押し付けてしまってて、そこの恐怖で周りに話せない状況になっちゃってる子供たちもたくさんいると思います。子供自体が家族以外のつながりを断たれてる状態、学校にも行けない状態、自分のその思いを伝えることもできない状態で、この子は支援団体に電話かけてすごかったけど、どこに助けてって言っていいかわからない、それは子供やと思うんでね、家族以外のつながりを断たれてしまってるっていうような問題もあったりするかなと思います。マシュマロで肌と心に優しさを、子供として大切にされる存在にもかかわらず労働力として家庭の中で位置づけられてしまっているっていうこと、この辺ももうめちゃめちゃ問題 で、そういうのをずっと繰り返し繰り返しやってると子供はどうなるかっていうと、中学生ぐらいになるとさすがにね発達してくるから、どうも自分は友達たちと行動パターンが違うよね、なんかおかしいなっていうことには気づき始めます。中学生ぐらいになるとヤングケアラーの子たちはね、友達と部活を楽しんだり恋バナをしたり SNS の話をしたり、このアニメ見てあとか言ってそんな話をしている中で、自分は家では介護をしないといけない、家事をしないといけないっていう状況になったら、友達と話が全く合わないわけですよ。だんだん友達と疎遠になっていく、あれ自分って何なんやろ、分からなくなってくる。で朝起きれない、遅くまでヤングケアラーやってるからね、じゃあ学校行けなくなる、お勉強の方そっち側も追いつけなくなっていく、そういう自分に自己嫌悪になって悪循環になっていく。話したところでこの子もそうだけど、支援団体に話してみたり学校の先生に話してみたりっていう助けを求めていったけど、なかなか理解してもらえなかったり、適切な支援っていうのを受けることができなくて理解してもらえない、家庭の中で尽くしてもおじいちゃんに感謝を示してももらえない、何やってんやろうな、そこに温かさっていうものがないやんね。話したところで誰も分かってくれないし、どうせ助けてほしいとはもう思わない、手紙に書いてあったでしょ、ね、よりも頑張ってるんだなっていうことを認めてほしいって書いてあったよね。助けてほしいって思わないって書いてあったよね、小学校6年生がですよ。
こういう状態になっていくのよね。温かさがなく、感謝もされることがなく、評価されることもなく、当たり前のようにやれっていう環境をずっとやってると、どっちみち話したって誰も理解してくれないし、助けてもくれないし、やっても無駄、話すことに意味も感じないみたいな、心を閉ざしていくっていう状態になっちゃって、自己肯定感、自分ってこのままの自分が存在しててもいいんだっていう気持ちもなくなっていっちゃうし、でも進学とか将来の夢とか、もうそんなんも自分にはもう関係ない、無理だから、そういう自分のこれからの人生っていうものにも蓋をしてしまうことになるし、辛いけども分かってもらえないから、もう話しても無駄か、話さなくなっちゃうしって、ね、そういう悪循環になっていくんですよね。でこの手紙見てて、学校の先生がどういう対応されたのかなっていうところはすごくやっぱり気になりますね。この動画もしね、教育に携わるお仕事されてる方も見てくださってたら嬉しいなと思うんですけど、このヤングケアラー問題って早期発見絶対重要だと思うし、子どもたち、小学生や中学生って一番子どもに家族以外で近しい場所にいるのって教員やと思うんですよね。学校の先生がちょっとでも気づいてもらえる一番近いところにいてくれる人やと思うんです。先生たちの直感、この子ヤングケアラーかなかもっていう、ん？っていうその直感をどうか大切にしてほしいし、そこにアンテナを張ってほしいです、学校の先生。だからこの子の先生は、いやいやそんなんはいいから学校来いよって言われたって書いてあった。どこまでほんまかもね、俺分からへんけどもね。でもこれってヤングケアラーの子供たちからしたら大人の正解、そんな正論の答えなんか欲しがってないんですよ。ただただこの子は自分のその辛さ、今そんな頑張ってるんや、どんな気持ちなん、どうしたいとか、どんなところが辛い、とにかくあなた一人じゃないよ、先生がいるよ、ここにこんな理解してくれる大人がいるよ、聞くよ、一人じゃないよって両手を広げて共感してくれて、話をただただ聞いてくれる、そういう存在が彼らには必要なのよね。だけどヤングケアラー問題をしっかり知らないと、学校の先生もとにかく学校に来い、学校に来てくれたら先生助けてあげれるから学校に来いって正論なんだけど、そうなんだけど、でも子供は行きたくても行けない状況なわけだから、でその行けなくて辛いっていう気持ちを先生に出して分かってって言ってるわけやから、学校行けたら苦労してないわけよ。大人の正解を言ってしまうと、子供はもうこの人も理解してくれないんだと思って心閉ざしてしまうやんか。その状態に手紙のこの子なっちゃってんのかなって。でヤングケアラーの支援団体がどこかに電話をしてくれて話してくれたみたいやねんけど、そこから支援につながってないのかなって。訪問看護の話とか、ヘルパーさんにお願いしたいのですがっていう文章が6年生で、すごい。この文章があったってことは、もしかしたら電話をかけた時にそういう方法があるよっていうのをプロの人から教えてもらったのかもしれないんですけど、結局情報提供はあったけど、そこから大人が支援につなげれてないんですよね。これ結局気づいてあげることで、専門機関につなげてあげて、で包括的に大人が子どもの話を聞いてあげて、子どもが求めてる支援をしていってあげて、見守ってあげるっていう動線がプツップツって切れてしまってるんかなって。でも今の日本のこのヤングケアラーのケアとか支援っていうものが所詮このレベルにとどまってしまってるのかっていうのも、このお手紙を読んだ時に、これが今の日本の現状なんやなっていう、すごく残念な気持ちに私なりました。ヤングケアラー問題は本当にね、社会みんなで、ね、捉えてあげないといけないと思うのね。教員だからとか児童相談所の職員だからとか、そういうことじゃなくて、私たち一人一人大人が自分のことのようにこういう子どもたちがいるんだっていうことを、まずヤングケアラーというものを正しく理解して、みんなで直感を働かせて、うんって思うことがその直感であったら、ぜひね、専門機関にしっかりとつなげていってあげるっていう、みんなでこの手紙のこの子をみんなの力で私助けてあげたいなって思うんです。でも残念ながらこの手紙にね、自分の名前とか住所とか連絡先とかもし書いてくれてたら、私直接電話もできたんやけど、まあ、それがなかったのでね、今回この YouTube で紹介させてもらってっていう形しか取れなかったんだけども、どうかこの動画を見てくれた大人みんなで、こういう子たちをちょっとでも
私たちのちょっとしたその勇気ある行動で少しでもこの子たちが楽になれる、生きやすさを感じられるような方向に持っていけたらなってすごく思います。で、私たち大人ができることなんですけども、ヤングケアラー当事者のあなたたちができることっていうのは、まず学校、保健室の先生、担任の先生、教頭先生、校長先生、一人の先生だけじゃなくて何人かの先生にアプローチをかけてほしい。話しても理解してもらえないって思うかもしれないけど、理解してくれる先生きっといるから、学校に誰か絶対聞いてくれるから、どうか諦めずに、あとは支援学級、仲良しクラスとかあるじゃないですか、特別支援学級、そういうところの先生だったりとか、いろんな何人かの先生にあなたのしんどさっていうのを話してほしいなって思います。あとは学校のスクールカウンセラーさんっていうのが毎月毎月来てくれて、心の専門家ね、でみんなのしんどさっていうのを聞いてくれるっていうのもあるからね、そういうスクールカウンセラーさんと話をするっていうのも一つの方法だと思う。でそれは担任先生にスクールカウンセラーさんと喋りたいって言ってくれたらつないでくれると思うし、当事者であるヤングケアラーのあなたができることっていうのはそこなのかなとは思うのね。で周りの大人たちができることっていうのは、まず教育者先生たちがヤングケアラーを正しく理解して、助けてっていう SOS が当事者の子供から来た時に、正論でまず学校に来なさい、こうするべきでしょうっていう大人の正解を言うんじゃなくて、まず寄り添ってただただ聞いてあげるっていうことをしてあげてほしい。で少しずつその子が心を開き出したら、どうしてほしい、どんなことをしてほしいっていうことを聞き出して、でそれを専門のところにつなぐっていうことをぜひやってほしいんですね。市役所とかの障害福祉課っていうところも相談に乗ってくれますし、あとは市役所の中の教育委員会、そういうところでも話聞いてくれますので、うんって思う子がいたら、ぜひ周りの教員ではない大人の方々も、そういうところにこういう子がいるっていう情報を提供しに行ってあげてほしいです。であとはこの子がね電話したところかどうかちょっとわからないんですけども、ヤングケアラーの支援団体っていうのもあります。具体的にはヤングケアラー支援協会っていうのがあります。これ検索かけてください。こういうところも話聞いてくれますので、あとは子ども家庭支援センター、こちらでも話聞いてくれます。あとは24時間子ども SOS ダイヤルっていうのがあります。これ電話番号が 0120-0-78310、 もう一回言います、 0120-0-78310、 24時間子ども SOS ダイヤル、はい、ここに当事者のあなた聞いてほしいって電話かけてくれてもいいし、で周りの人と直感でうって思った大人もかけてもらって全然構いませんので、そういう専門の機関とつなげて適切な支援、そして見守りっていう動線を作っていきたいなって思います。今私この6年生のね、めちゃめちゃ頑張ってるよねっていうような言葉しかかけてあげれないんだけどね、あなたの頑張り久子さんは見てるし、あなたのすべきことではないことをあなたがやってることっていうのにギュッて抱きしめてあげたいです。めっちゃよく頑張ってる、もう褒める、もうよく頑張ってる、学校行けない、当然そうだよね、行けないよね、うん苦しいね、自分の時間欲しいよね、よくわかる。久子さんの他にもね、あなたの気持ちを分かってくれる大人いるからさ、この動画を見てくれたいろんな大人の方々みんなに協力してもらってつないでいきたいなって思ってるから、であなたのことを応援してくれる大人はいっぱいいるよ。さあみんなコメントにこの6年生の女の子に対して、よく頑張ってるねって、あなたのことを理解する大人いっぱいいるよって、たくさんあったかいコメントください、いっぱいください。それだけでもまた明日から生きていこうっていう気持ちにこの女の子はなると思うからね、ぜひぜひそれをやってください。はい、ということでこのヤングケアラーの問題、全国に山のように隠れていると思います。気づかれてない子たちがいっぱいいると思う。今日この話を聞いて、あれ私僕もしかしてヤングケアラーかもしれないって思った子、ぜひ今言った電話番号かけてほしいし、学校でも相談してほしいし、もし足を運べそうだったら自分が住んでる市役所、町役場の中のもうそこにいる職員さん誰に言ってもらってもいいわ、ヤングケアラーの相談したいですって言ってくれたら適切なところに連れて行ってくれるから、役所の人が、とにかく役所まで行けたら行って、そこで助けてほしいって言ってくれたらいい。でそれもできんかったら何々し
役所で検索してくれたら電話番号出てくるから、そこに電話してヤングケアラーです、話聞いてほしいです、どうしたらいいですか、電話かけてごらん。それでもきっと助けてくれるから、とにかく誰も聞いてくれないからって諦めないで動いてほしい、ヤングケアラーのあなたで、周りの大人たちもそうかもって思う子がいたら、ぜひ大人はもっとしっかり動けるわけだから、一人でもヤングケアラーの子どもたちを助けてあげれるように、私たち大人が正しい知識を持って動いてあげてほしいなって思います。どうか協力をお願いしますね。6年生の女の子、名前も書いてないから名前呼んであげれないけど、久子さんにお手紙ありがとう、一生懸命生きてるのが伝わったよ、助けてあげたいって思う。もしこれで気持ちがまた何かあったら、第2弾の手紙また送ってください。久子さん聞くから、いくらでも聞くから、手紙送っておいで。でこの動画見て、この6年生の女の子以外でも、私も僕もヤングケアラーだって気づいた子、久子さんにお手紙ちょうだい。住所は助産院バブバブで検索してもらったら住所が出てくるから、その住所でお手紙をくださったら嬉しいなって思います。久子さんはみんなの役に立ちたいと思ってる、話を聞いてあげたいと思ってます。ここにこんな大人もいるからね、一人じゃないよ、使えるものはどんどん使って助けてもらいましょう。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。みんなコメントいっぱいちょうだいね。バイバーイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。